紙の糸っていうのは昔からあるんですけれども、最近だんだんと質が上がってきて、紙なので何も加工とかしてないんですけれども、いろんな効能があって、世の中にいろんな機能がある合成繊維とかよりもとても快適に過ごせるってことを最近僕もよく自分で実感したので、この日本の伝統的な良さをですね、日本と世界に発信していきたいなと思っています。繊維の複合というのは世の中にたくさんの複合の仕方というのはあるんだけども、要するに複合の基本原理というのはやはり物性を揃えることなんですね。ただ今回の紙糸と今回の朝鮮糸というのは物性が非常に極端に違うんですね。でこれをどうやって安定した品質にものづくりをするかというのは、やはり年始のその技術、綿だとか糸でその物性を揃えることが難しいやつは、年式でその物性を揃えてやるような調整が必要なんです。そこがやはり今回の年式の中で一番苦労したところ。やっぱり紙糸自体がですね、まあ、他の糸に比べるとまた硬いっていうのもあってですね、やっぱりその編み立て製の方ではやっぱかなり難易度が必要な糸になってくるとは思います。まあ今実際のところ海外の方ではやっぱり技術的にも難しいこともあって、まあ、国内で製造するっていうふうなことになっております。